皆さんごきげんよう、ラバルルでございます。本日もね、フェンバスシミュレーターをやっていきたいと思います。本日はね、アントワープからヘルン、こちらの方に向かって、アントワープじゃなかったか、本日どこ行くんだったっけ、ちょっとチェックインしてお客さんのやつ見て、ちょっと見ていこうかな。 Hello. OK、yes. あ、ノッテンダムからヘントです。アントワープは前行ったんだね。はい、OK。ダンク。OK、とりあえずチェックインをガンガンやっていきますよ。お前も。うん、多分合ってる。Hello, mein Ticket, danke sehr。ダメな時は勝手に携帯がピーってなるから。OK。チャオ。じゃんじゃお。お前も。OK。お前も。Hallo, Sie wollen bestimmt mein Ticket sehen. Quick check in. Auf geht's. Hallo, bin ich hier richtig? Quick check in, was ist das? Hallo, bin ich hier richtig? Danke. Okay. Salut, ich hoffe, ich bin hier. Auf geht's. Salut, fahren Sie in meine Richtung. Okay. Auf geht's. Moin, das Ticket. Bitte schön. Okay. Sehr freundlich. 全員乗ったか？よし、乗りましたね。いや、かっこいいな、このバズ。ちょっと最初にあれだな、サムネ撮っとこうかな、これ。これ、ちょっと待ってください。はい、では運転してっちゃいます。2階にも今回席があるんで、2階と1階でゴージャスなバスになっております。すごいね。あ、どうやって降りるんだこれ。こうかな。降りれた。1階にもいる。はい、じゃあ乗ってきます。集合体。はい、じゃあ行きます。よいしょ。 OK。 はい、素晴らしい。いやー、いいね。よいしょ。あー、すごい。いいね、いいね、いいね、いいね。テンション上がるわ。いやー、やっぱトラックと違ってバスはバスでテンション上がるね。バスのカラーもモッドで結構いっぱいいろいろあるんで、ここもね、私ちょっとモッドちょっといろいろ導入しながら楽しんでいければなと思っております。よし、大きく大きく曲がる。よいしょ、いった、ナイス。そしてちょっと待って、これあれだ、タブであれじゃない、これいいのか、ちょっと待って。これあれじゃない、これでいいのかな。 OK、 左ね。あ、ごめんなさい。よいしょ、曲がってきまーす。いやー、これ俺ちょっとおかしなボタン押しちゃったわ。ミラーとか出てるから、これどうやって消すんでしょう。ちょっと待って、クリック、ナビ、あ、ナビついてもらわないと困る。あ、ミラーつけられんのか。でもいいや、とりあえずいいわ。本日もラバルル交通をご利用いただき誠にありがとうございます。ラバちゃんは本日も安全運転でいきたいと思いますので、皆さんよろしくお願いいたします。若干道間違ってるけど、私右側でしょこれ多分。うん、しぐーで、まっすぐ行って、ちょっとあれだな、マップの縮尺をもうちょっと大きくしたいんですよね。どうしたらいいんでしょうか。ギリギリになるまでわかんないよこれ。ちょっと待って、いける、これいく、まっすぐなんだよね。よーし、ナイス。マップの縮尺どうすんだろうこれ。これで見るしかない。曲がって、まあ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 、 F なんぼとか、あ、変なボタン押しちゃった。さて、じゃあ行きますよ。まあ、なんとかなるでしょう。今までなんとかなってきたんだ。なんとかなる。
OK。 はい、バスなんでちょっと大きめに行く。ナイス。いやー綺麗ね、街並みほんと綺麗。相変わらずグラボめっちゃ使ってるけども、グラボの使用率オンちょっと下げたい。よいしょ、ちょっとだけ調整しようかな。若干変えたんだけどあんま変わらんね。やっぱ前回もちょっと変えてね、グラボの使用率変わるかななんてやってましたけども、将来的に V さんとかで動かすようになったらどうなんでしょうね。これフェイスリーグとかね、ワンチャン考えてるんですよね、タイミングと、まあお金とね、ご縁があれば考えてるんですけどね。別に VTuber、まあ今 V さんって言われてるけども、なんちゃって VTuber だからね、できたからやったっていう感じの状態になっておりますけどもね。やっぱちょっと若干評判がいいので、方向性としてはちょっと考えていきたいですよね。あれ跳ね橋じゃない、あれ。いやーすごい、ちょっと今あれ上がってんじゃない、上がってる状態だと止まるんじゃない、あれ。どうなってんのあれ。おーすごい止まってますね。おーすっごい、これ跳ね橋降りてきましたよ皆さん。あらーすっごい、いやー俺初めて見たこれ、映画で見たことあるけど、これすごいな。これちょっと初めに撮れたか来ちゃったんじゃないの。これ船ね、橋に大きな船通すときにあれがウィンって上がって通るわけですよ皆さん。すごい、いやいいもん見れたなこれ。シネマってあれ映画館か。すごいね。これだってさ、実際にある街を縮尺して作ってるんでしょ。すごいよねそう考えると。これ同じ会社さんでさ、ザ・バスっていうのがあってね、で、ザ、ごめんなさい、言っちゃうわ。ザ・バスだと、あれらしいんですよ。実際の、ドイツ、ベルリンかなんかを縮尺なしで、入れてるらしいんですよね。なんで、ザ・バスはちょっと私買ったんだけど、まだ開いてないんですよね。ペンバス、ちょっとある程度やって、落ち着いてきたらちょっとやろうかなと思っております。まあ、同時進行でね、ちょっとやっていこうと思ってるんで、こっちもね、ちょっと楽しみにしていただければなと思っているんですけども、まああれですよね。あと、あー来てるちょっと待って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 絶対入れないやつじゃないの。よし、よし、サッカー競技場が出てきましたね。これあのサッカーのさ、あのチームバスの運営っていうのあるんですよ。これダウンロードコンテンツなんですけど、ダウンロードしてこれバグでねできないっていう情報だったんですけど、私やり方見つけたんで、ちょっとこれ次にね紹介していきたいと思います。いやマジ楽しみ、ほんと絶対楽しいと思うんですよね。もう私絶対ドルトムントね、香川選手のいたドルトムントやりたいんで、チームバスね、ブンデスリーガのチームバス運転できるっつうものはすごい。そして君たち、私まっすぐ行くのに行けないじゃないのほらおい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 、雨でしょそれ。交通ルールやで、よいしょ、ギリギリじゃないの、ひどいねAI の質が悪すぎんのよこのゲーム本当に。多分ね、なんだろう、
トラック&ロジスティックシミュレーターと同じぐらい悪い。AI の質に関して言えばね。ただまあ、この景色云々に関して言うとかなり綺麗なんで、そこは評価。全体的に通して言うと面白いんでね、これは。本当におすすめ。なんかね、Steam の評判あんま良くないんですけど、私的にそんなことはない。ミート注意、ごめんなさい。いや、今、アクセル踏んでおりませんよ、私。慣性の高速で、ただ進んでいるだけでございます。なんかね、100キロ制限のところ50キロで今走ってんですよ。まあ、ここ100キロはさすがにないけどね。カーブで、バスで100キロ。昔ね、あの、キアヌ・リーブスさんが出ていた、あの、スピードっていうね、映画ありましたけど、あれバスで80キロで走り続けるっていうね、映画でしたけど、超えてますからね、100キロだと。非現実的なスピードでございます。待て。いけ。よいしょ。んで、またここを右折でございますと。オッケー。はい、行きましたよ。いやー、いいねー。高速道路に入りましたら、多分、ちょっと一段落じゃない？一悶着って言おうとしたけど、一悶着でもない。よいしょ。あー、ちょっと待ったか。これさ、ほんと、譲るっていう精神ないわけ、あなたたち。合流車線側突っ込んでくる動画だよね、本当に。すごいね、ほんと。景色がね、一定です、なんつって、コメントありましたけど、全然ですよね、これ。めっちゃ綺麗。景色が一定ですっつうものは、あの、プロモットの、北アメリカ大陸のことを言うんですよ、皆さん。あれこそもう本当に同じテクスチャーといいますか、同じマップをひたすら重ねて置いていくっていうね。メキシコとかね、あと街で言うとあれですよね、本当にどこだ、マイアミ、マイアミですよ、マイアミとかは本当すごい。まああれ多分制作者さんが違うんでしょうね、あれは。絶対違うと思いますよ。イーウエストとかね。おっと、ちょっと、ちょっと、これ今私じゃないでしょ、絶対。後ろからでしょ。普通に走ってて突っ込まれるってどういうことやねん。視点が、ほんと。大丈夫マジで。いや、今見ればよかったわー。ちょっと、一瞬焦っちゃって、全然押せなかった。いや、普通に走ってて突っ込まれるのはちょっと怖いなー、マジで。今までにない、事故の形ですね。新しい形。そんな新しい形はいらない。P っていうのはサービスエリアだと思うんですけど、休めんのかな、ワンちゃん。休めるんだったらね、トイレ休憩で、お客様、一回ちょっと休ませるっていう点で、一回ちょっとやってみたいね。降りるのかな、ちゃんと。降りたら面白いよね。ああ、そしてパリに行くやり方分かったんで、あれなんですよね、やっぱりロックの、バス停を開放していくっていうあれでしたね。で、なおかつ、フリープレイのモードでしたら、全部いけるんで、私今ね、キャリアモードをやっておりますけども、フリープレイとしたら、あの、買った拡張モード全部大丈夫でしたね。唯一、その、あの、フットボールの、プロボールのバスの運転手のやつだけ、やり方がちょっと、わかんなかったんですけど、普通あの、メインメニューの上の部分に、あの、プロサッカーチームの専属バスのやつが出てくるはずなんですけど、事故ってんじゃないの？大丈夫あなた。
通に走ってるけど。で、あれに関して言うと、Steam の方で、一回 Steam 開かなきゃいけないんですよね、あれ。Steam 開いて、プレイのボタンから、ダウンロードのコンテンツの方飛んでの、フットボール。あそこでゲームをプレイする押さないと、起動しないだそうです。多分バグです。バグなんです、本当に。なんで、まあ、対応来るまでは、もうそのやり方しかないと。ほんと偶然私見つけたんですよね。ダウンロードしてできねえな、つって、Steam 開いて、直接開けばいけんじゃねえと思ってやってみたらいけた。なんで、まあ、情報が出てない分、ちょっと難しいんですけども、まあ偶然開けたんで、そちらの方もね、次やっていきたいと思いますので。まあワンチャンそっちの方が先に出てるかもしれませんけどもね、実況。収録した順番は私あんまり関係なく撮ってってるんでね、ゲームのね、続いてるシリーズに関して言えばやってるんですけど、サッカーに関して言うとまた別ゲートとしての扱いなんで、選抜シミュレーターの、まあ、サッカーバージョンね。フットボールバージョンとしてシリーズ組んでいきたいね、あれはね、本当に。ここだけ見てるとトラックゲームみたいね。引きの目で見ないと普通にトラックゲームだよね。でもトラックゲームとの違いはバスなんで、やっぱりちょっと視線が低いね、コンボイとかと比べてね。危ない、ごめんなさい。自動でライトつくんだね。いいね。この機能いいかもね。新しい車は、そういうの多いもんね。よいしょーん。オッケー。残りは57キロ。まあ、なんだかんだ、かなりいいペースなのではないでしょうか。なんとなくペースが私もつかめてきたんで、まあ、今後うまいことをちょっとやっていこうかなと思います。これに関してね、本当いやー、ちょっと本当ね、意見ではないけどフレームレート、これ多分マジで100何十とか出てんすよね。で、私個人的には60でこれはいいと思ってるんで、60に調整できる何か設定ができる何かモッドでもいいので、何かあれば本当にいいと思います。これやりたいっていう方多分いっぱいいらっしゃると思うんで、ねえ、その都度フレームレート優先にしてグラフィック下げるってなったら、多分ね、景色が全然綺麗じゃなくなっちゃうんですよね。なのでせっかくこの綺麗な世界観楽しめなくなってしまうんで、開発させたんで、ぜひぜひフレームレートの調整ね、細かく調整できなくていいと思うんですよね。30、60、90、120ぐらいでいいと思うんですよ。120以上でこのゲームやる人なんていないと思うんで。なおかつ私のグラボで、50% で67度っていうのはそうそうないよね。だってユーロトラックシミュレーターで 40% とかで45度ぐらいですかね。67度ってもうほぼ70なんで、限界90度ですから、結構な使用率なんですよね。やっぱり負荷ね、あんま寿命伸ばしたいでしょうから、皆さん負荷はね、私もかけたくないんで、ましてやね、 V さんなんてそこにフェイスリグとか重ねていくんでしょうからね。やっぱね、盛り上がるコンテンツとして、私結構こちら気に入ってますんで、トゥーリストみたいにね、コンテンツがちょっと狭いわけでもないので、これに関して言うと、結構長く楽しめるのかなーなんて思ったりもしております。こちらで出ていきますー。よいしょ。まっすぐね。了解。あー、ブリュッセル出てきましたね。今回ブリュッセル行きませんけども。小泉さんのね、
プルリューセルっていうねなんか食べさせてんっていうやつ。バカなことね言ってると事故るんで、ブリュッセルといえば大泉さんと、ブリュッセル危ない、なんか食べさせてん忘れられないんだよねあの言葉で。もうあと13キロなんで入ってきました。ヘントヘントも結構大きいですね、町としては。はいと、あ、違う、ごめんなさい。あ、でもいいね、こっちだね。オーケー、ぐるっと回って、はいと、綺麗だね、街並み綺麗なのよ、ほんとすごいわこれ。トゥーリストの方が後で出てんのに、なんでこっちの方が綺麗なんでしょうね明らかにこっちの方が力入ってますよね。なんなんでしょう、なんかそういうのがあんのかな。はい、バスはこっちなんだ。あ、了解。こういうのあんのね、バスレーン。バスレーンでございます。はい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 。あ、ちょっと待って。警備の事故。あ、ごめんなさい。バスレーンの存在が分かんなかったんでございます。よいしょ。さて。めちゃめちゃ安全運転で来ておりますけども。残り3キロ。あと、これバスターミナルじゃない？あら、すごい。しかも、ちょっと難易度高いじゃないの。よいしょ。はい、ナイス。で、あ、ありましたね。こうか。こっちでもあれじゃない、まあいいのか、侵入禁止になってるけど頭はこっちに入れてるよね。はい、ヘントロック解除ですね、予告通り。オーケー、着きましたよ。みんな一気にすでに降りてるのが怖いんですよね。さて、降りてきて、あれ着きましたよ皆さん、ヘント。違う、こっち側に降りてるんだ早っはい、では皆さん、今日はロッテンダムからヘント向かってきました。ヘントバスターミナルすごいね、本当に。で、かっこいいバス今日ね乗ってきましたけども、こちらのスキンね、どんどんもっとあるんで、いろんなバスちょっと乗って今後やっていこうかなと思います。知識がね、同じ会社さんなんで、ちょっとね、蓄積がどんどんできてますんで、私も詳しくなってきたのかなと思います。これ、チケット、買えるわけじゃないね。OK! じゃあ、チェックインしちゃいましょう。はい、行きましたね。素晴らしい。ほぼパーフェクトじゃないの。OK! レベル 3! 素晴らしい。はい、ということで、またね、ちょっとキャリアモードでパリとか行けるように、ちょこ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 とやっていきたいと思いますので、こちらの方もね、引き続き皆さん一緒に楽しんでいけたらなと思います。はい、では皆さん、また次のバスシミュレーターでお会いいたしましょう。じゃあみんな、愛してるぜ。